浅い。おわんわんじゃん。おわんわんよ。おわんわん。そう、たぶんなんかね、CM があった最近。あ、へぇ。あの、チキンラーメンっぽいやつが、おわんぐらいのやつに入るやつ。うん、おわんわんっていうのがあるんだ。おわんわん。おわんわん。おわんわんかどうか。おわんわんみたいな。よくわかんないけど。やばいのは間違いないわ。お、ゼンマイ、それは牛の第三位に当たるもの。コリコリしてうまい部位だよ。それはゼンマイよ。一人で言うじゃん。一人で。自己完結。ね。ああ。え、人種などこで何やってんの？サボってんの？え、私もそう思われるだろうなって思ってんですけど、これでも苦労してんですよ。何やってんの？え、ってカジ君どこにいるの？ここ。だってさ、氷に冷えてんじゃん。そう、冷えピタよ。冷えピタじゃん。俺もちょっと冷えピタだわ。冷えピタしようぜ。サボってんじゃん、そっちこそ。いや、俺たちも集めたからね。もうだって取り切ったからね、もう。そう、仕事しきって今チルなんじゃん、俺たち。ね。なんか最近チルチル言ってるけど、なんな？ミチルなの？チルチルミチルよ。え？え？どういうこと？いや、チル。チルって何？ミスターチル、ミスターチルドレン。あ、そっち？なるほど。はいはい、ミスとチルで。お、ミストでチルってこと。サウナの話してる。すぐつなげるじゃん。待って、サウナ行きてえわ。来てえ。サウナ行ってくるわ。これから？切れるよ、切れるよ、完全に。これなんだこれ。あ、お、これは。サウナサウナサウナ。あ、え、みんなどこいるの。いや、俺たちさっきの洞窟の、うん、洞窟の前よ。え、じゃあちょっと助けてくんない？何、どこにいんの？多分そっからあの基地方向に一山越えたあたりだと思うんですけど。まあまあ遠い。もはやさ、うん、もはや飛行機作った方がいいんじゃないのレベルなんだよ。すぐにまたでかいもん作り出すの。全然ストーリーを進める気ねえじゃん。いや、そんなことはない。あ、なんか姿が見えるけど、え、どこ行くの。こっちよ。どこに。すごいな、楓まで目的見失ったらもう終わりよね。え、みんなどこ行ったの？え？あ、いるね。60メートルぐらいにいるって書いてある。あ、そう、そっち。助けて。何をやっているんだ！何これ！いや、穴掘ったら近いかなと思って。やったね！まあ、やったかもしれない。でもまあ、順調に掘れてはいるが。この車だってさ、目の前にドリルついてるけど、そのドリル上とか下とか動かせないから。まあね、ちょっとつ猛進だから。そう、一度走り出したらもうどこに行くか分かんないんですよ。すげえ落としてるけどね。どうしよう。しかもこれ、え、なんか、おうおお、どこに繋がってんのこれ。繋がってはないよ。え、これ崖？ちょい崖。ああ、結構崖。あ、終わった。崖だね。崖だね。終わったね。終わったね、これは。タイヤ空転してたもん今。ああ、崖だね。中そっか。いやいや、もう壊れてないから何言ってんの？え、でも氷の洞窟すぐそこじゃない？え、なんか俺さ、ずっとジャンプしちゃうんだけど、何これ？あ。終わったじゃん。終わったね。それが私が、あ、終わってなかったわ。なんで？行って。何やんの？え、当たった？ドリルが。当たってる。もっと下に向けて掘った方がいいんだけど、下に向かないんよな。向いてくんないかな。いいか。いやわ。諦めよ。
諦めるか。なんかカジヤさんがドリルに巻き込まれそうだけど。まあね。でもね、先端をもうちょっと下向きとかできればいいのに、なんでこんな中途半端なものを作った。あ、でもやべやべやべ。そんな雰囲気がしてきた。ありがてえ、ね。だいぶ下だよ。え、そうなん。100メートル下だよ。それ、え、そんなに？うん。それはちょっとまあ無理か。いい感じに下を向いてる気がしなくもないけど、すっごい傾いてないこれ。大丈夫？やばいね。あ、大丈夫これ。あ、やべ。俺見たことあるこれ最初。うん、カジヤコミコがやらかしたやつだ。やらかしたやつだよ。あ、危なー、気づいてよかった。これやめた方がいい。これやめた方がいい。これやめた方がいい。戻ろう。どうしよっか。もう氷は十分だから。もうオーケー、わかった。ちょっとスイッチ切って、バッテリーで、パーキング入れてオーケー。ただあれをどう運ぶかよ。うん。え、車に。の氷を。え、車に運んだんじゃないの？車に詰め切れないの。え？車の中今マックスなの。え、そんなに？大量に取ったの。すごいじゃん。え、そんなに掘れると思わなかった。何これ？チル。え、何これ？これが我々のチル。チルってなんな？入んないの？え？いや、まだ、え？あのさ、入れるとこ間違ってない？はい、あ、嘘。コンテナに入れようとしてるせいじゃん。あ、そうなの？違う、コネクタに入れようとしてるせいで、コネクタいっぱいになってるけど、その奥にコンテナ2つあるから、入る入る。あ、じゃあもうどん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 入れてじゃん。俺、もう、電池がなくてやばい。俺、座りたい。また。え、でもさ、これコネ、うわ、これまっ、これまたコネクタつな、うん、はい、つながってないよね。うん、つながってないやつですね。なんなんかな、この欠陥品。俺ちょっとどっかで座ってくるわ。え、なんで車で座ればいいじゃん。車に座っても回復しねえんだ。嘘だ。本当。あ、バッテリー切れてるからじゃない、電源が。嘘。あ、そういうこと。え、あ、違う、電源が切れてる。あ、そうか、そうね、電源が切れてる、そうね、そうね。あ、え、電源切れてるから、もしかしてコンベア働いてないのかな。あ、そういうことか。ちょっと乗ってスイッチ電源入れてもらえます。はい、どうもどうも。あ、回復してってる。あ、へえ。あ、動いた動いた。そういうことか。そういうことか、なるほどね。あ、電気気持ちいい。電気がないとコネクタの、コネクタ間の移動もできませんよということ。そういうことね。学んだ。コネクタをコネクタ、いや、勉強になるな。勉強になるな。もうちょっとちゃんと勉強してほしい人が一人いるんですけど。言われてるよ、ズムさん。俺か俺か、本当に学が出ちゃったな。あって、せっかくだから石も積んで、いや、やめよう。いや、重さがやばい、うん、重いでしょうね、これきっと。さて、じゃあこれで、さてあんたら何座席乗ってんの。いや、だってこれから基地戻るんでしょ、ね、戻るけど、俺たちは働いたからね。そうよ。あ、まあね、そうね、分かったわ。佐々木さん、こんばんはと言いたい。こんばんは。こんばんはと言いたい。え、俺たちは今働いてゆっくりしてるところだよ。そうよ、知るタイム。じゃあ行くか。約1名働いてなかったからね。いや、そんなことは、働こうとした意欲は認めてほしい。結果が全てのこの世界。言うじゃん。仕事人じゃん、もはや。ガージャー、どうなっても知らんぞ。ゴー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 。ゴーゴーゴー。どうなっ
っても知らんぞはやばない。あーでもちゃんと道が機能してるな俺。確かに。どう？あのさ、ちょっとズムさん降りてこれ回収しといて。何を？え、この床？このそう構造物を。いやまただって使うかもしれないじゃん。え使わんでしょう、だってあのケーブはもう何もないんでしょ。いやまだあるよ、あの一箇所は掘り尽くした。ああそういうこと。え来るかな。来る来る来る、だって俺荷物もう持てねえよそんなに。いや車の中入れればいいじゃん。あらめんどくさい。あとさ正直段差があってちょっとここ降りるのやだな。ダンサーインザダーク。あ、見たいんですけどまだ見てないんですよねあれ。あそういう壊し方するから頭の上に落ちてきて死ぬんでしょうが。なるほど。オッケーオッケー。いいと思う。笑っていいと思う。お昼休みはウキウキウォッチ。あちこちやばい。え？何？結構際どいとこ今が。床やったね今。え、そうだった、見てなかった。ここ行くの怖くない？いる？え、先見てあげようか。一応見てきてください。明るいから見えはするんだけど。あー行けなくないけどすぐに左に切れば大丈夫って感じ。っていうかなんならちょっとこの床邪魔だわ。そうなんよね。え、じゃあ取っといて。オッケー。あー行けるかな。今いろいろ積んでるから。いやこっち楓、こっちに向かって来れば大丈夫だよ俺が今いる。オッケーオッケー、じゃあ行きますわ。俺もう HP ないんだけど。何で食らった？あんただよ。俺？俺が何したってんだ。あんたのグラインダーだよ今の。それは近づく方が悪い。こっちが必死にやってんのに作業を。あ、こっから向こう行けばいいのか。待てよ、こっちから行こう。こっちからなんか大丈夫な気がする。つむさんがちゃんと働いてて偉いわ。明日も来てくれるかな。かわいそう。ハムハムさんがかわいそう。あそうだった。俺もちょっと悲しい。これ行ける？チーとも。え、ちょっとカジャさんどこ行けるこれ。え、何が、え、どっちに向かえばいいかってこと。はい、真正面の町に戻りたいんですけど、まともなルートありますか。ある。右、そっちから見て左に進んで、左まっすぐ、ちょっと左に。オッケー。俺が今いる方に進んできて。オッケー。なんか信じられないことが起こってる。なに？宙に浮いてんだ。あ、やばい。あ、もしかしてそういうこと？ちょっと待って帰る。オッケー。あ、いけるな。ここまで来れるよね。こっち来て。オッケー。はいはい。こっからもういけるんじゃない？あーオッケーオッケーオッケー、分かったいける。あーよかった。諦めよ。諦めた、一人諦めた。え、なんで宙に浮いて。いや違う、俺が浮いてるわけじゃないんだけど。うん、どういうこと。あの足場が宙に浮いてんだよ。重力で落ちてくるはずじゃないんですか。うわね、うん、落ちてこないんだよね。大丈夫。お薬のメタね、気をつけてほしい。どうじゃん、ダメ絶対。浮いてんだ。何の話それ。え、てかみんなどこ行った。町よ、町に戻ってるとこよ。なんで俺働いてんのに俺だけ置いてった。私も働いてる。俺も働いてる。一緒じゃん俺。一緒じゃん。なん一緒じゃん俺ばっか。一緒なんだ。一緒なんだ。いてくれや、見てくれや、才能も全部含めてじゃん。ちゃんと俺を愛してくれや、俺を信じなさいじゃん。
よく覚えてますね。三木道山、そればっかり歌ってる人ですよね。そうだ、ね、ライフタイムリスペクトの人が。アルバム全部あれだったもん。アルバム全部あれだったよね。明日は神田会よな。あ、そうなんですよね。そういえばなんです。1ヶ月ぶりの、1ヶ月ぶりか ?1 ヶ月ぶりか。そうね。1ヶ月ぶりか?そうじゃない?なんだって?そうなんだよね。なんだって?ちゃんと、宣伝してくれた?あ。出ないね。俺は枠作ったよ。あ、そっか。確かに。ピカコだな。今回の会社の会マジで俺仕事してないからね。あ、でも本番でだって仕事があるからね。本番が仕事ですから。っていう話だけど、結局何したらいいんだろうね。まあいいや、当日お楽しみにじゃあ。そう、何したらいいかって言われたらね、答えてあげるが世の情けだよ、うん。ね、世界の破壊を防げばいいと思う。そういうこと、世界の平和を守るためよ。ね、愛と真実の悪を貫くわじゃあ。ラブリーチャーミーな敵役。ね、俺。俺。お、陣の人楽しむ会じゃん。名称変わった？いいね。その方がいいね。それで行こう、それで行こう、これからは。今年、いや違う、今年からは。明確な目標があった。明確、明確。一緒に楽しむ。頭が。麻雀。頭が。あおり。頭が。ハムハムさん、ハムハムさんとしてまた挨拶どうもいらっしゃい。ないな、ないなとは一体何の話ですか。それはないな。人員の人楽しむ会がないということですか。まあたね、やっぱ倒さないとな。倒さないといけない。やっぱりちょっとスイッチやって。何が？え、わあ、びっくりした。違う。今終わったからそこスイッチ押してロックしといて。あ、何、どこにいた、くっついた、緑になってればいいんだよね。オッケー。あ、問題は私がここでちゃんと降りられるかどうかなんですよね。降りられないとこある？陣なし、さっきから何やってんですかっていう、あの氷を掘っていたあの頃、はあ、山の裏で私は2回滑ってました。なるほど。あ、いいね、止まってるよ。ああ、いいね、よかったよかった。ほんとドキドキなんですけど、はたから見てても挙動がやばいもん、あれ。あー、で、で、で、氷いっぱい。あ、そうだ、で、氷をで、その氷を使ってさっき修理した、H2O2 ジェネレーターで H2 が作られて、で、それで来ちゃった、もう氷持たずに来ちゃった。あ、いいです。多分ここは繋がってると思うから。あ、こっちじゃないや、押しのけられちゃった。あ、こっちじゃないわ。なんでいちいち邪魔するんですか。違うよ、あなたの後ろついててるんですと。あれ、氷入ってるよ。何が？ H2 ジェネレーター。あ、そう、なんかその機械は自動的にコンベアで繋がっている氷を吸い取って作ってくれるんですって。クーラントシステムがオンライン緑になってる。あ、本当だ。これ OK ってことじゃないの。やったぜ。え、どうなったので。緑になった。え、ええ、うん、もう寝るのだ、バイバイ。あー、はよさん、もう寝るのだ、おやすみなさい。お疲れ様っす。お疲れ様。と言いたい。で、まあこれで第一段階が終わったんですよね。クーラント、上に戻ればいい。いや、まだ今クーラントシステムがメンテナンスが終わりました。で、次はリアクターコアのメンテナンスが必要です。このパネル3つあるけど、右側にリアクターコアって書いてますよね。書いてあるね。今度はそれを直します。で、どうやって直すかっていうと、ベンザリ。いいですよ、カジヤさん入ってきてください。When the reactor core coolant system is online, you are able to access the reactor core chamber and
conduct any repairs。 なんか右側入れるようになったって書いてますけど、え、右側進んでみてください。あのドアが入れる、あ、そうそうそう、は、今まで入れなかったよ。そう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 、入れるよ。そういうこと、そういうこと。あ、やった、こっちに来れる。え、どこ、そっちってどっち。こっちこっちこっち。あ、コアじゃん。これ、コアよ。おお、あ、なるほどね。アンダーコアってことよ。おお、おお、コア。コア。え、なんかすごい危なそうなんですけど。やばそう。落ちた、落ちた一人。ワンダーコアじゃん。ワンダーコアじゃん。あ、なんか、ねちゃねちゃしてるいうか。気持ち悪い。これを直すの？どれ直すの？どれ直すんだろう。なんか壊れてんの？どれか壊れてる？いや、リアクターコア壊れてるって言ってた。壊れてるわ。あ、本当だ。あ、もう直してんじゃん。いいね。でもなんかあれが足りない。メタルグリッドが足りない。いや、めっちゃ足りなくない？これ。いや、めっちゃ足りないわ。他にもめっちゃ全然ないわ、何も。え、てかやばいよ。なんかが2000。2000。リアクターコンピューターかな。何それ、そんなの見たこともないぞ。あ、さっきちょっとだけしまったよ、なんかここで見つけて。うんうんうん。え、でも2000はないでしょ、絶対。2000はない、2000はない。ないね。なるほどね。マジかよ。はいはい、オッケーオッケー。じゃあこれからはこいつらを作るわけね。なるほどね。これね、オッケー、作るか。じゃあコンピューター75、モーター20、リアクターコンパス2000。あれ、え、どっから戻るのこれ。もう一階層上ですよね、これ。そうだね、上行けるこれ。わかんない。終わった。え、どっから、どっから。あ、これ26になってるのってそういうことかな。あ、そ、え、こっちじゃないでしょ。こっちじゃない、閉じ込めちゃったけど。あ、こっちだ。あ、こっちだ。え、違うわ。違うな。あ、オッケーオッケー。オッケーオッケー。あ、こっちか。こっちか。まあね。あ、なんだ。なんだ。なんかチャリンって言った。ななめけさん、フォローありがとうございます。お、ななめけさん。ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざ。なんか。こんな何してるわけじゃないんですけど、ありがとうございます。わあ、まあね。なんでピーピーさんがまあねなの。何のまあねなの。まあ別に、なん、まあねに意味なんてないんだよ。ああ、まあ確かにね、この人たちが使ってるまあねを見ればね。まあね。あっと、ほなチャリか。ほな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 、チャリ多いよ。またチャリボーイの話。チャリボーイ。なんでそんなところにいるの。え、なんか居心地がいいから。あー、そういうタイプだ。そう、そういうタイプ。わかる。ですね、なんか見た感じだと、いろんな素材が、インゴットが必要になるんですよね。あ、あの、私の、ちょっと、来ないで、黄色い人。あっち行って。素直に行くじゃん。あの、画面共有してるの見てほしいんですけど。あ、見てないわ、何も。うん。さっきの大きなリアクターを直すのに必要な材料、必要な部品っていうのが、今、あの、私の画面の前に出ているんですよ。へぇ。右クリックしたらコピーできるっていう話を前にしましたよね。聞いたよ。うん。それでこうやっていっぺんにオーダーを出すことができるんですけど。なるほどね。今ここアセンブラーでこれだけのものを作る2000ね。これ2000ね。作る必要があるんです。で、そのために必要なインゴットがこれらです。持ってきてください。ゴールドインゴット、うん、鉄とか、てか砂利が結構必要なんですよね、これ。え、砂利いるじゃん。
今まであんなにないがしろにしてきた砂利が必要になってくるわけだ。まさかここで必要になると思わなくってちょっとびっくりしたんですけど。100あるじゃん、砂利なんて、ね、砂利だよって言ってるわ、ピエピニキが。砂利、砂利か、砂利いるじゃんなんですよね。あんなに捨てたのに。ポイポイしちゃったけど、まあそんなわけなんで、一番最初に、一番最初じゃないや、今日ここに別の車でやってきて、接続しているところが、接続している場所があるんですけど、そこにインゴットを結構持ってきているんですよ。わかる？どこかわかる。あのね、あ、一回出ようか、じゃあ一回外出ましょう。あれ、どっち、どこ行った、どこ行った、外出るだけですよ。外出るのが難しいんだ。いや、もうさすがに覚えましたよね。 あっちにいた、あっちにいた、あっちにいた、こっちじゃないわ。こう来て、いや、絶対違うでしょ、こっちでしょ。違うか。うん、ストーリーは割と来てるけど、もう一人が来てなくない？あ、来てんのか。俺は外に出たよ。あ、出たね。やっぱりそうなのね。あそこ、あれでしょ？コネクターあるとこでしょ？そう。そこに、分かる。一応車つなげて荷物移してるんですけど、まあ、手で持ってきてもいいし、車にのインゴット乗っけてもこちらに持ってきてもいいですよ。どこのこと言ってるの？そして俺は今どこにいるの？インゴット、うん、あ、ニッケル、鉄、SI、シリコン、うん、あ、もうダメだこれ、乗らねえわ。車に乗っけるか。うん、これが無難かな。これにすっかな。ロック解除。あ、勝負つむさん、こっちじゃないっすよ。え、ああ、いや、なんでもない。何、なんでもないっす。めっちゃ早い。つむさんいつも運転荒いですよね。え、俺っていうか、なんでこっち来てんの。え、俺じゃないよそれ。俺よ。え、え、なんでカジア小麦粉がいんの。ダメ言っちゃう。いや、いてもいいけど。いてもいいけど。え、な、なんで車乗ってるの。いいじゃん、別に。まあいいけど。5人目、幻の5人目よ。びっくりした、今、本当に。おほ、ピエピニキってこの辺止めとくかな。車スピード出すぎる場合が多いからちょっと気をつけてくださいね。パーキング、セーフティードライブ、純烈みたいな。あんまり車の乗り降りしたくないよな。あ、また慣性の法則みたいな。はい、ボールになっちゃうから。え、カジアさん、その車どっから持ってきたんですか。なんかあった。なんかあった。まあまあそうなんでしょうけど。ん？コンテナ。バッテリーのせいか。うん。だるいよ。え、それは車に乗ってるからってこと？あ、でも私もあれですよ、最近運動ちょっとするようになって。お、あれよ、中山きんに君の10分間エクササイズをやってますよ。 あれやってんだ。ええ、結構きつい。
プランクとかやってんだ。そういうやつやな。そういうやつ。プランクはやってないんだ。筋トレじゃなくってエクササイズの方だから、体をなんか適当に動かすやつ。あへえ。ただね、そんなに効果が出ると思えないんですよね。なんで？なんかズンさんがやたらなんか、ね、結果を出してて、それに比べて私は何にも変わってないなってちょっとショッキングだった。でもやっぱり続けることで結果にコミットしていくんだから。いやもうそういうことよ。なんか怪しいな、その言い方。何コミットとか言って。懐かしいな。コネクターに移動して、銀の足、太もも最高、素敵だよ、ありがとうございます。あんまりそういうところを褒められたくはないんですけれども。楓の太ももを褒めていいのはうちだけよ。いや別に誰でもないか。楓の太ももはすごいんだから。もう何に知った風な言い方してんの。そんなことないですからね。いやいやもう俺と楓の太ももコミュニケーションよ。何それ、気持ち悪すぎてもセクハラよ。あれズムさんいなくなってた。まあね、あの荷物を全部インゴットを積んで向かってるよ。ありがてえ。じゃあカジアさんさ、ちょっと、うん、暇なんでしょ、こっち来なさいよ。全然暇じゃないけど行くわ。めっちゃ暇そうじゃん。え、どこ？コネクタのとこ。こっち？この建物？建物じゃないね。違うね。あ、ピエイさん。そう、アバラボ AI じゃん。そう。最近ちょっとあれ、面白いなって思ってハマってて。見ていただきましたか？ありがとうございます。カジェさん、逆、全然逆。え、逆？全然逆。戻って、車のとこ戻って。車戻る。あの、私の、あの、お墓の前で泣かないでください。私のカジアの墓場の前で大笑いしたいわ。どこ行ってんのあんた。あー、いたなんでバターのそんな分かりにくいとこ入んの。いやー、なんか楓の波動を感じたんだけどな。全然違うとこいましたけどね。違ったね。ここのコネクタアクセスして、はあ、はい、でちょっと砂利ボーイだから、はあ、砂利持ってって。俺は全然砂利ボーイじゃないけど砂利持っていくわ。じゃあついでにあの、あと氷もあるから、アイスあるから持ってって。オッケー。あとは大丈夫かな。これ重すぎて持てねえってやつか。そうかもしれない。10キロありますからね。え、これでもじゃあ持てねえ。いや、これあれ、あ、繋がってないかもしれ、いや、そんなわけないか。これ、あ、こんだけなら持てるな、40キロ。うん、こんだけもそれ。ぶつけてないけどね。いや、待って、これいけるか。いいよ、バックうまいよ。ぶつけたね。ぶつけたじゃん。あれ、なんかリアクターアセンブラーになんか入ってない？うん？あ、アセンブラーか、そうか、アセンブラーだ。いいんだ。あ、なんでもない。そうか、これズムさんが今搬入したんだ。搬入した、今コネクタに、あの、ぶっつけたね。うん、いいね。結果にコミットしてみた。意味が分かんないけどいいね。オッケー。いや、そっち帰るわ。いや、結構頑張ったでしょ。これ俺いい仕事したよ。うん、まあ荷物運んだだけだけど。いやいや、荷物を運ぶのがこのゲームでしょうが。まあまあ、その一面もあるかな。うん、でしょ。いいね。これいい仕事したよ。こんなに言うことじゃないけどね。いやー、バック俺できるようになったよ。ああ、バックなんか火花飛んでたような気がしますけどね。ないよ。よし。逆にこの俺は砂と氷をどうすればいい？え、持って帰って。砂と氷と私じゃ、うん。え、ほとんど合ってなくないそれ？部屋とワイシャツと私でしょ？でこのアイス持てないが？やっとワイシャツ。アイスは、うん、アイスは持てないからいいです。とアバラボ AI って言って、なんか AI 技術を使って自分の立ち絵からいろんなあの構図の
画像を作ってくれるっていうサービスがあって、あへえ、なんで私の姿を読み込ませていろんなのを今作ったりとかして遊んでるんですよ。ツイッターに何枚か上げてるんで、いいな、今度見てみてください。俺のも作っていやあの読み込ませるのが 3D モデル VRM ファイルを利用して、でそれを見それをそこから作るような形になってるんで、じゃあダメだな、ズムさん実写だもん。そうですね、無理か。いや俺でもあれだよ、実写だけど別に入り込めるから。なんでそんな語尾だっけ入り込めるよなみたいな、そんなキャラだっけお、ニキがキャドで書いてくれるって助かる。キャドで書ける、キャドでなかなか本格的ですね。キャドか、本格的ですね。助かる。え、仕事場でやんの。でゾムさん、あの、あ今持ってきた材料インゴットから必要な部品が作られてるんで、それを持って行って、じゃあ溶接をお願いしますわ。帰り今どこ？え、リアクターのそば。リアクターのそばのアセンブラーでフォークを眺めてた。どこだっけ？ケイピさん、職場でフィギュアよ。職場でフィギュアか。バケツでご飯みたいな言い方する。俺もうバスコダガマしか出なかった。感性がいろいろ違いますね。職場でフィギュア。私はあのスケートやってんのかなと思っちゃった。フェルト？スケート、スケート。あ、スケートね。フィギュアね。そう、フィギュアスケート。ああ。職場でフィギュアスケート。リプルサクセスよ。それはズムさんの頭に3本のサクセスをかけてあげるということですね。なるほど。あ、切れそうなんだけど。親切。サクセス。バケツでご飯言うじゃん、今日早いよ。まあね。懐かしいな、バケツでご飯。知らないかい、バケツでご飯。バケツプリンしか知らねえわ。バケツプリンいいよな、食ってみたい。作るの大変そうですし、作ったら作ったですごい崩れそうですけど。なんかさ、前さ、ファミリーマートで売ってたさ、俺のプリンみたいなさ、あったあった。何それ、めっちゃでかいやつ。あれ挑戦したんだけど、泣きながら食べたよ。え、そんなに大きいんです？うん、多分もうプリンはゴリゴリだよみたいな気持ちになる、多分。ドラえもんってなったもん。なるよね、ドラえもんをなぜ呼ぶか分かんない。ドラえもんにどうしてほしいの？ちょっとプリン食わんっていう。一緒に食わんの。ちょっとだけならありがたいけど。ババロア休憩挟みなーじゃん。プリンババロア、プリンババロアってこと。我が減ったなぁ。チェイサーになんねんだよな。いやでもスイパラで自称スイーツ女子をドン引きさせるぐらいには俺食べれた人なんだけどさ、前に。はいはいはい、なんかそんな感じするな。でもね、多分もう無理なんだよな。やっぱ年のせいですか。年とは言わんが、年とは言わんが、何とは言わんが。チーズもダメになったんでしょ。チーズはもともとダメだよ。あ、そっか。じゃあ私はちょっとチーズスナック食べますわ。チーズスナックで、チーズスナックで。なんでダメなん？いや、スナックからチーズ香るんでしょ、なんか。うん。無理だな。それがいいんじゃないですか。チーズが香るメリットじゃん。え、それ何、ずっと髪の毛からチーズ香るってすげえ嫌なんだけど。美味しそうな匂い漂わせないでほしい。もはや美味しそうじゃないでしょそれ。え、チーズは美味しそうですよ。いやダメだな、なんか隣の席でチーズフォンデュとかされちゃうと俺もう食欲失せちゃうタイプの人だから。膝の裏からチーズの匂いするのめちゃくちゃ気持ち悪いよ。カレー臭では。
それえぐいよ。いや、カレー臭でもなくない、もはや。なんだろうね、何かが腐ってはいるよ、でも。いやだ。アーモンドおかき。おかき、ああ。あのさ、いいね、おかきのその、アーモンドをなんかチーズみたいな何かでさ、こう、接着してあるじゃんね、アーモンドおかきって。わかる、うん、ああ、チーズだね。そう、うん、あれダメな、あれが一番ダメかも。あれが一番美味しいのに。いやー、あれが多分ね、チーズというジャンルの中で一番ダメな気がする。いや、別に変わってないですか。他のものとそう変わんないでしょ。いや、いや違うよ。チーズのこと全然分かってくれんじゃん、みんな。いや、チーズ一番分かってねえのは自分なんだよ。チーズがまずいとか言ってるあんたよ。いや、チーズはね、難しいよ、本当に。難しい。すげえやだな。難しい。ほら、ほら。おかきの上にボンドでアーモンド固定してあるやつね。あ、そう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 。あれ、ボンドの部分をチーズにしたら売れそう。それがチーズだよ。チーズ。ボンドじゃないよ、チーズよ。チーズよそれ。売れてるしな。うん。モニカどうもこんばんは、いらっしゃいませ。こんばんは、痛い。今日は英語です。え、でカリアさん戻ってきたんですか。いや、ごめん、まだなんかすごい、あのリスナーさんたちに膝の裏の匂い嗅がされまくってて、ちょっと止まってたわ今。ああ、なるほど、いいですよ、じゃあ嗅いでてください。そう、いや、いい、部品が足りないでござる。うん、まだまだ作ってるから。あ、分かった、持っていくわ。え、待って、みんなどこ行ったんだっけ。ちょっと待ってよ、できてないよ。え、できてない。もう多分ね、材料が足り、いや、え、あ、本当だ、鉄が足りないって。鉄で、ゴールドも足りないって。鉄は一時期めっちゃ作った覚えがあるな。全部持ってきたわけじゃないんですよ、鉱山から。なんだって。ほら、ホラーじゃん。ホラーだな、もはや。ん、いや、鉄、あー、足りないよね、多分。え、どうなんだろう、ちょっと動かしてみるか。アセンブラーに入れる必要があって。ケイさん、こんばんは、ついた。ホラーじゃん、ホラー。やめてよ、ホラー。ホラー、ニッケル、リリッカ。俺のコメント欄みんなホラーしか言ってないんだけど、ホラー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 。あれ、入んないな、これ。どこだ、レイストラじゃん。ほら、この建物か。フォア、フォアじゃん。フォア、フォア、フォア。うん、ママさんじゃん。フォア、イクワイヤーか、こっち。はい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 。あの砂利がかなり足りない。え、砂利が足りてないの。俺今砂利持ってるよ。早く来て。え、どこだっけ、どこ。俺今迷ってる、普通に。ああ、他に行くか。あ、あのあれさせてくれればいいよ、ピンみてえな。いや、多分無理じゃない。いや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 、ちょ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 、試しにあの座標送ってよ。え、座標はだってあれですよ、あのリアクタールームですよ。あ、リアクター、ええ、ルーム、リアクタールーム。だから文字化けしてるわ。いや、しないよ。でないよ、英語で書いてあるもの。嘘、リアクタールーム。うん、表示してないんじゃないんですか。表示してないかもしれない、ちょっと待って。じゃあ、あとね、銀も足りないんですよね。ジャイアントニオイノキじゃん、ジャイアントニオイノキ。ジャイアン要素どこあった。ジャイアントババよ。ああ、そうか、それか。ジャリボーイ、ジャリボーイ早く。あ、でもジャリボーイだけじゃダメなんですよね、結局また行かないといけない、取りに行かないと。いや、鉄が10キロは多分鉱山行けばあるんです。で、金が53は多分かな、あったかな。
で、砂利が13キロ、これが一番のネック。これはあんなに捨てたのにね。あんなに捨てたからないんですけどね。いやー、砂利がいるとは思えんもんね。これは失敗で、あと銀が3333。銀も銀鉱石、我々がいた鉱山は銀は出なかったので、新たに銀の採掘場所を探さないといけないことになりますね。なんだって。ピエピさん、ジャリジャリしな。お、ジャリジャリするか。神の死が捨てたからね。いると思わなかったもんだって。岩見銀山行きな。行くか。じゃあズムさんお願いします。銀山か。何、岩見銀山行って銀掘ってきて、銀の作り方を覚えてきて。岩見ってどこ、山口。おんない、なんかそっちの方面だった気がする。岩見銀山、島根。あー、惜しかったな。惜しいのか。え、割と惜しくない。隣でしょ。なんか惜しい気はするけど、方面、方面そっちだった気がする。地元よ。いいの言っていっていいんですか。いや絶対違うから。そっか、ね、そうね、うん、信じちゃいけない、うん、この人はもう絶対違うから。信用されてないにきちゃう。だいたい、だいたいの場所特定してっから、こっちは。お互い様って言われそうですけどね。おお、じゃあズームさん、ちょっと掘り行きましょうや。わあ、言うてでももういい時間ではあるんですよね。確かにもう12時半よ。うん、今日結構でも進んだんじゃない。そうね、やった感はあるね。うん、やっとね進んだ。砂利、とりあえず砂利どこに置けばいい、ちなみに。え、あ、砂利この中、こっちこっち。いや、今ズムさんに、じゃあ任せるわ。この中、この中、この中、この中ね。え、多分ね。適当に置けばいい。うん、はい、あ、置けんわ。え、あ、置けた置けた。あー、いい、あ、いい、そこでいい。氷も置くよ。うん、氷はこ、え、氷置けないか。置けるんだったら置いていいですよ。いや、置けな、置けるとこに置いていいですよ。長いな。置けた置けた。しまねえよ、王者。は、なぜかハムハムさんが特定されたわ。なんで。6時間切った。なんの？タイムリミット。あ、リアクターコンピューターが買うんじゃん。なんで持ってかねえの。お、氷を掘るのはゴリゴリってね。てね。あ、ゴリゴリ。なんか車の中に銀があるな。これどの車だ。開いたり閉じたりズムじゃん。開いたり閉じたりズムだよ。何それ。ちょっとゴロいいじゃない。今開いたり閉じたりズムだ。なんかいいね、グルーヴありそう。なんかすげえ。開いたり閉じたりズム。グルーヴあるね、なんかね。ババさんじゃん。ババさん、なんか材料ちょっとあったから持ってきましたけど。お、ちょっとだけね。あ、ここか。はい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 。ことは、こうしてこうして、リアクターのアセンブラーに入れればいい。で、ウランはどうしようもないから持ってく。
なんかすごいうるさいやつがいるんだけど、何？何？パリピじゃん。パリピよ。何のためのナオミよ、ナオミよみたいな言い方だよ。ナオミか。うん。岩がプロだ。え、なんかズムさんまた盗みでもやらかしたんですか。こいつはプロの犯行みたいなやつ。お、ちょっと待って。うるさーいって。そりゃそうよ。配信乗ってたよ。結構な音量だった説。ね、警報。もう夜よ。これは持って帰るかな。おはようと言いたい。うん、よし終わるか。お、今日の終わるか。え、それ、なんか持ってくるんじゃないの？ん？なんか、ね、どこ行った？ああ、ちょっと外で往復してましたわ。誰とよ。それはもう5人目よ。怖いな、やめな。4人目すらいないのに。ああ、 4人目はいるじゃん。ピエピさん違うから。どんどん増えていくから。あ、ここじゃない。ちょっと待って、一回アセンブラー見せて。別に見せないとは言ってないから。そうね。あれどこだ。リアクターコンピューターがちょっとだけあったの使った？これは使ってないよ。リアクターコンピューター、うん、わかんない、もしかしたら使ったかも。あ、いや使ってないですね。あ、じゃあ使ってないわ。リアクターコンピューターがちょっとあるから、これ一応最後に使って直しといてほしいかなって思うんですけど、66個のリアクターコンピューターが中にあります。あ、これか。うん、これ拾って。え、なんか拾えねえわ。あ、もう俺いっぱいなんだ、荷物。なんでそんなに。いや、いけた。うん、いや落ち着きないな。じゃあ直して。店内に響き渡ったのか、あのブブゼラみたいな音が。耳ないなったか。え、おばおばおばお。あ、ダメだ、あの、ん？順番がありますね。あ、そういうこと。へぇ、ホースがない。スーパーコンダクター、わやん、コンダクターがいますよってこと。はいはい、コンダクターがいるって指揮者ってこと。スーパーコンダクターってこと。どっち。あれか、目が悪いけど眼鏡はかけたくないみたいな。それはコンタクトやろがいい。パオ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 。パリピよ。そういう時な、そういう時だな。そういう時だね。使うのね。使い方的には多分そう。そこだね。うん。よし、じゃあまあ。ベゾ君、ここ順番はじゃん。順番は？順番は。こんばんはですよ。順番じゃなくて。ああ、あれ、いや、あれ66個使ったわ。使ってんじゃん。話が違うじゃん。ね、違う話だったみたい。なるほどね。え、これ荷物全部預けといた方がいいよね、多分ね。どっちでもいいかな。だってなくな、またなくなる。あ、そうか、そうだった。忘れてた。そうですね。全部預けましょう。バーコは普段やってないから忘れた。ここに置こうかな。なんかミミズみたいなのやつ。ミミズみたいなやつだけなんか。何ミミズ。今日はここに車がはまったんですか、ごくり。まあまあ、なんか、うん、そんな毎回車がどうこうなるわけじゃないからって言おうとしたけど、車どうこうなってたね、今日もね。安定だったよね。そうね。そうね。でした。なってたな。あ、まあ、俺たちは今日はね、大丈夫だったけどね。そうね。ね。何、私が何かしたみたいな言い方じゃん。
バカパカやめろ。開いたり閉じたりするこれが。そういう名称になったんですか。はい、じゃあまあもう24時も過ぎておりますので、今日の、スペースエンジニアーズコラボはこの辺で終わりにしたいと思います。皆様お疲れ様でした。スペースエンジニアーだ。ツアーコンダクターっていうゲームやってるかと思ってた。なんで混ざってるコメントと。あれですかね、多分来週も梶谷さんをホストにしないといけなくなると思うんですけど。あ、来週でもあれじゃない、梶谷小美子ダメだったんだ。あ、そうなんです、来週は僕がちょっと来れないので。なるほど。だから逆にじゃない、逆に僕が今日のセーブを、あ、そっか、あれしてみたいな感じで。はいはい、そうね。じゃあ次回は私とズムさんで資材を集める地味な配信をやります。なるほどね。はい、ひたすら穴掘ってっていうことをやるわけね。明日はお昼寝するか。明日は夜に、そう、人体会があるんで、フルメンバーでね。そうね、久しぶりに。お昼寝して夜に備えてください。でも明日は早く終わります。12時か12時ちょっと過ぎぐらいですかね、うん、まあ25時までには終わるつもりで。までには終わる。そうね、次の日も早いから。早いの？ちなみに誰の枠だっけ？よくぞ聞いてくれました。ああ、そういう振りだったの。そう、いや、あんまりこの聞き方なんか調子に乗るかなと思って言いたくなかった。別にさ、別に調子には乗らんくない。いや、今の調子に乗った言い方した、うん、完全に乗ってましたね。任せてほしいっす。はい、ということで、明日の新タオ会はこのトシアイズムの枠で、うん、2周年二次会配信を、あ、そっか、という名の、デススクワットというゲームをやりますんでね。ちょっと待って、これエナジーが足りない。でもう一つごめん、あれタイトル違った、あのデススクエアードっていうらしいです。え、嘘でしょ。失礼しました。四角だからスクエアだった、ごめんせ。俺が一回間違えてヒンドゥースクワットって言ったのに引っ張られたの。ヒンドゥーは間違わないし、なんなら椅子はもうちょっと近くにあったけど、まあいいか。え、じゃあ私も座っとこう。お、デスストランディングじゃん。お、デスストランディングではないね、あれは面白かったけど。あれ面白かったね、俺は見てただけだけど。デスストランティングは なんだっけ、どんなゲームだっけ。なんか配達員のゲームだよね。ああ、なんか橋作ったりか。ひたすら配達。はいはい。いや、あれは見てて面白かったよ。いや、ありがたい、ありがたい、それありがたい。ひたすらぼやいてたもんな。いや、もう運ぶだけだからぼやくしかなかったよ。出前感よな。四角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 とかだと思ってたよ。まあ実質四角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 よな、もはや。あのデススクワ、ああ、まあそうね、実質四角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 よね。ああ、まあまあそんな感じで、じゃあもう今日はこれで終わりでよろしい。終わりですか。よろしい、よろしい、よろしい。はい、じゃあ、見て、こっちから、こっちから、この向こう側から見て、俺を。向こう側から、うん、こういうこと、何、こういうことよ。早くシャバに出てよ。ということでね、いや、今日もね、なんだかんだ長い間ね。何だ今の。お疲れ様でした。ありがとうございます。疲れた。ということでね、お疲れ様でした。じゃあ、明日の人体を会でお会いしましょう。皆様お疲れ様でした。おやすみなさい。何向き合ってんだよ、二人でよ。